霊夢さん、今回お話しするのは、あまりにも大きすぎるために、きっと化は不可能、と言われていた機体についてお話ししていきたいと思うのですが。翔星さん、そんな機体があるんだ。ガンプラとしては、ありえないほどの大きさのために、部屋のどこの置けばいいのか、まず、皆さんは、そこに頭を悩ませると思います。置く場所がないと、買っても意味ないよね。そういうこともあって、なかなかキット化はされずにいたのですが、2018年についに発売されたのです。ようやく舵を切った。はい、それでは皆さん。ゆっくりしていてね。今回お話しする幻の機体と言われているガンプラなのですが。その名前は？ディープストライカーと言います。ディープストライカー。そしてガンプラについてお話しする前に最初に機体についてのお話をしていきたいと思います。こちらのディープストライカーはスペリオルガンダムのバリエーションの一つなのですが、この機体知っている人いるの？っていうくらいのレア度だよね。ディープストライカーは大元のガンダムセンチネルのムックボンからなのですが、ムックボンなんだね。ディープストライカーはペーパープランで実際には生産されなかった計画止まりの機体なのですよ。うん？そして実際の物語にはワンシーンどころかワンカットすら出てきておりませんね。なるほど、だったら小説とかでも。もちろんですね、小説内で触れられているなんてことも全くないのですよ。映像作品にも今ところ全く出演していないはずですよ。本当に幻の機体だね。ディープストライカーってどのくらい強いのかな？具体的にはわかりませんが、デンドロビウム以上の強さを誇っていると思いますよ。強そうだね。もともとですね、ディープストライカーの名の通り、莫大な加速力で敵軍中枢に突入してですね、強力な一撃を加えて離脱を図るという一点突破型の強襲を目指して設計されていたのですよ。さて、ガンプラにお話を戻します。こちらはとても巨大でして、なんと全長が約57センチメートルもあるのですよ。そんなに大きいんだ。ちなみにスタンドを入れた全高は28センチメートルもありますね。とんでもなく場所を取るガンプラだよね。そうなんですよ。ですので、箱の大きさも規格外ですから。子供の頃のワクワク感が蘇ってくるね。そういう大きなものって。そうですね。そしておそらくは、あまりに大きさにですね、作った後にどうしよう、と思われる方が多いはずですね。多くの人がきっと化はされないと思っていたんじゃないのかな。ですね、もともと巨大ですし、そしてデザインがとても複雑ですから、長年商品化は困難と言われていたのですね。誰もがそう思うよね。なのですが、2003年3月にガンダムフィックスフィギュレーションで初めてこの機体の商品化が実現したのですよ。そうなんだ、よく商品化したよね。ただ、先ほども申し上げましたが、あまりの巨大さゆえに、モデルキット化はないだろうと思われていたのですが、2018年にマスターグレード200体目記念としてリリースされることになったのですよ。スケールは？もちろん1100でございますね。それにしてもかなり大きいよね。通常のガンプラと並べて撮られた写真があったのですが、やはり圧倒的に大きくて迫力がありますからね。メガ粒子砲も大きいかな。なんとですね、約54センチメートルもあるのですよ。テレビアニメには登場してないよね。そうですね、設定上もですね、開発費が高騰しすぎるという理由でですね、ペーパープランだけに終わったという本当に本当の幻のガンダムなのですよ。まあ、でも本当こんな機体があったことにびっくり。箱の大きさに笑ってしまう人もいるくらい大きいですから。買っただけで満足できそうなガンプラ、積んでしまいそうだね。間違いなくその可能性が高いと思いますよ。あとは置く場所が本当に困りそうですよね。一人暮らしの男性オンリーかな。
それにしても大きいよね。そうですね、この機体サイズはもはや MS というよりも MA であり、アンバックも満足に取れないことから旋回性能に難があったこととですね。並びに開発に天文学的なコストがかかることが原因となって本機はペーパープランのみに終わったのですよ。武装は？武装は、四方方針ユニットがあるのですが、こちらはディープストライカーの象徴と言っても良い武装なのですよ。もともとアーガマ・アイリッシュ級戦艦の四方と同タイプのメガ粒四方を上下逆さまにそのまま搭載しているのですが、方針には同軸センサーが搭載されておりまして、大型ディスプレドームと連動させることでですね、高い命中精度を確保できているのですよ。エネルギー供給はですね、機体本体のスタビレーターから伸びるケーブルと方針ビブのジェネレーターで行われます。同時にビブには危険なエネルギーの逆流現象を防ぐために強固なシールドが施されているのが特徴となっておりますよ。でも本当、完成されたガンプラを見るとクオリティがすごいよね。ですね、巨大なガンプラなこともあると思うのですが、開発陣のやる気が伺えるガンプラだと思いますよ。価格もかなり高いけど。ですね、ただこのような複雑で大きなものだと3万円を超えると思っておりましたから、私の中ではそこまで高くは感じないのですよ。いろいろとあると思うけれど、マスターグレードで発売されたことにエールを送りたいよね。さようでございますね。しかしながら、かなり完成まで苦労するというか、難しそうな商品ですよね。うん、だからさっきも言ったけど、大きな箱が届いたら、それで全て満足してしまいそうな気がする。そうですね、価格については賛否両論あると思うのですが、往年のセンチネルファンの方からすれば、まずキット化されたことが奇跡的とも思えるでしょうし。これってマスターグレード200体記念で発売されたんだっけ？そうなのですよ、それを記念してこの幻と言われる機体のガンプラが発売されたことは、ファンにはとても嬉しいことだったのでしょうね。今後300体目、400体目も幻の機体のガンプラ化をしてほしいよね。まあ、センチネルファンの方はバンダイにひたすら感謝しているでしょうね。それにしても、ガンダムを知っている人の中でこの機体を知っている人は何人くらいいるのだろう。まさに、初見は何者だお前、だと思うのですよ。本当にですね、キット化は無理と思われていた化け物、ディープストライカーですからね。一撃必殺の効果力が魅力的な機体だよね。ですね、長射程、強力な索敵能力、大水力、長い作戦行動時間という性能要求はですね、意図したものか偶然か、現実世界の F-14 と近い方向性になっているようなのですよ。レーダー、火器管、静止管が登場する二人乗りという点も同じですからね。はい、霊夢さん、いかがでしたか？ペーパープランだけに終わったっていうくらいだから、本当に幻の機体だよね。そんな幻と言われた機体のガンプラなだけに、本当にマニアにはたまらない一品だと思いますよ。もうマニアックを通り越して空想の世界。はい、今回はディープストライカーについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。明日の動画もお楽しみに。感想など書いていただければ嬉しく思います。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。